んなかんだ12時分あ <laughs> あらあらよ <laughs> よいしょよいししょょさあ、最終回でございます。えー、先ほどは学部の授業でもね、最終講義やってたんですけれども、最終講義、最終講義は定年退官の時だ。<laughs> 違う違う <laughs>。今学期のね、えー、このセメスターの講義ですね、えー、が終わり大学院の方々とあんまり実感ないかもしれないですけどね、まあ、レポートが 込んでんくるととかねそういういシーズンだと思うんですけれども一応この情報基礎科学としての数理情報学最,最後の最後まで結局正確に覚えることができませんでしたけれども <laughs> こちらも最後のレポートありますがえっ、ー、とそれは講義の最後にいるか <laughs> ギリギリでございますけれどもえー、用意しておりますので、えー、それでね最後頑張っていただければと思いますではオープニングいきます。 ツイッターを見てる人は知ってるかもしれないんですけど今日は夜中の1時50分かなあのやんごとなき理由で起きてで3時半ぐらいまでかなこの授業の予習をしてたんですよでまあ学部の授業の方の予習もちょろっとやって万全の体制だったんですねもうで5時ぐらいにはもう何にも心配ないやとしかもそのいわゆるサムネイル画像とかも毎回毎回 日付だけ変えるだけで、これはもう来年度以降やらない方がいいなと思ってるんですけど、日付変えたりとか、サムネイル画像作ったりとか、いろいろちょこまかちょこまか準備することってやっぱあるんですよね。で、YouTube のリンクであるとか、あ,あとオープニングムービーを毎回毎回作ってるんですけど、そのオープニングムービーね、もう実は5時までに作ったんですよ。完璧これ、すごいって自分で自分を褒めるじゃないですか。そういうのあるでしょ で、10時半からの授業。まあ、これ応用数学 B っていうね、あの学部の授業。これもうまくいって。で、予習しておかげか、ちょっと早めに終わりそうだったんで、早めに終わんの忍びのいいなって言って、まあ、20分ぐらい延長するの覚悟で、まあ、そのまま引き続きね、あの用意してあったことを全部教えたんですね。で、こっちですよ。 はいこんにちはよよろろししししくくおお願願いいまますす引きき続こっちでねあの、うん、ノートとか予習とか準備万端なのよこんな雑談してる暇ないんだけどね<笑><で><笑>よし行くぞって思ったらさオープニング見るじゃないですかもう5時があるとへこむよね二重効果現象はダブルディセントだから降りるなんだよね、うん、さあエフェクトの方にしちゃったくさんこういうのが残るからな生って怖い アーカイブって怖いと思いながらも楽しんでやっております、えー。受講生の方々はですね、いつも通りスライドの方でですね、ちゃちゃ入れていただければと思います。えー、学,部学部じゃねえや外部受講者の方々、公式潜りってね、今 YouTube ライブのね、えー、チャットでが出ましたけれども、あのご挨拶もそうですし、あのね式変形の何がしがわからないとかね、あのそういう。 僕の質問も全然していただいて構いませんので、えー、一緒に参加していただければと思います。あの、幸いなことにね、大学院の講義って大体、あのー、まあ、単位が十分揃っちゃうと、まあ、後期、この冬の時期ね、えー、大体授業に出ません。<laughs> 日本の大学院のバグだと思ってますけど <laughs>、まあ僕もそうだったんで人のこと言えませんけどね、まあ、大体1年の前期で大体取っちゃってとか、まあ,あ、就職活動とか研究活動の支障がないようにってうまくスケジューリングされた結果ね、最適化すると、後期には授業が全然出ないっていうのが普通なんですけど、 まあ、なので多分単位を欲しがるっていうか単位がね必要だっていう方は確かに少なめなんですけど受講してるというのを何で定義するかなんですけどね YouTube の視聴数的なもので測りますとですねあのー、この大学院講義はスピングラスのレプリカ法をただやってるに過ぎないんだけれどもすごいですね数百をずっとキープしてるんですよ 前回の二重効果現象は、機械学習の中でも、まあまあ、まあまあモダンな話で、それがレプリカ法で出てくるよっていうのは、結構古くから実は知られてるんですけど、まあそれがね、いわゆる二重効果現象だと、オーバーパラメトライゼーションを超えると、何が起こるかっていう現象だっていうのがね、最近になってクローズアップされたので、まあそういうことで、キーワード的にですね、人気があったのか、前々回の教師え、え前々回のカーネル法も人気あったんですよ。 その前の教師ありモデルなそんな当たり前やみたいな感じでしかも僕もね授業としてはくどいなって思ったんですよあの2回をなくせばもっといろいろ教えられたのにってちょっと後悔はあるんですけどでもそれだけしつこくやったから皆さんは数式を見ると 論文を読むとレプリカ法やってんな、こういう計算やってんだろうなってわかるぐらいにはなってるので、それはそれでいいんですけど、視聴者数的には一番へこんでるので、僕がへこんでるってなるんけどね。まあ、ただあのー、この二重効果現象であったりとか、まあ、今日のやるランダム固有値分布もね、東京大の集中講義ではもうやってるんですけれども、まあせっかくだからちょっと時間が取れるかなっていう感じでギリギリやれると思いますんで、まあ最後までご視聴いただければと。 思います、まあそんな感じでねいろんなトピックをやると大学院の講義でもですね何、えー、でしょう人気というとあれですけれどもね、えー、興味を持った学生がたくさんいらっしゃるというわけでございますはいでえっとですね今日はそんな暇全然なくてですねさらりと行 <laughs> きますけどまずまずノートでこれ嘘っぱち書いてますねあの今気づいたなんか変だなと思ってちょっと嘘っぱち書いたので修正させていただきます ごめんなさいね。あの消しゴム消し消しでいけます。ここです。消しゴム消し消し。消し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 。ごめんね。本当にすまねえな。よいしょ。もう最後の最後にやらんでもいいことをやっちゃったみたいなやつなんですけど、まあ、あの t-q っていうのをオーダーパラメーターをね、暗転法で求めましたってやつなんですけど、t プラス q チルダプラスベータラムダ分の1。これも合ってるんですよ。で、ちょっと戻りますと、t プラス q チルダ is 1プラベータの t-q 分のアルファベータっていうふうになってますので、こいつをぶち込むっていうことをね、もうやりますよね。それはいいですよね。よいしょ。<laughs> で、えー、っと、どう,う <laughs> どうしようか。どうしようかと。どうしようかじゃねえよっていうね。1プラスベータの t-q でプラスベータ。ベータは抜いたんだね。ラムダ。よいしょ。 分の1まだ書かないでごめんね。ってなるでしょなので分母の分数って嫌なので、えー、こいつも1プラベータの t-9 をかけて、えー、なくすっていうことをしますよね。でそうするとおおおそうするとあの式じゃなくて <laughs> アルファプラスラムダの1プラベータの t-9 閉じ閉じで で、分子の方にも、よいしょ、1プラの βt-q、えー、ですね。というのが出てきます。全然違えじゃんっていうね、分母があの1プラ β の t-q っていうのをサボってしまいましたねっていうのが、えー、何でしょう、失敗の理由でございます。で、えっと、どうしたもんかなと思ってるんですよ。<laughs> あの、結局、ここで言いたかったのは、えっと、まあ、 下にも書いてますけどね t-9 っていうのは β 分の1に比例してるよってわけですね。でそう置くと α プラスラムダの1プラス βt-9 ってございますね。でこれはもしも t-9 が β 分の1で比例してたらここのところとかね全然影響ないって言うんだったら β 倍するとまあオーダー1。 の定数になりますよねというわけで、えっと、ここのやつをかんあが解っていうふうに置きます。これ、X じゃなくて解ね。ギリシャ文字ね。で、そうすると1、1プラスの解、1プラスの解っていうふうに、まあ、割と綺麗な形で書くことができます。というのをここで書きたかったでございます。で、えー、アルファプラスラムダの1プラス解。分の、おいし1プラス解。 こんな感じでございますいしょいしょで、まあそうするとまあここの時点でも気づくんですけれどもまあベータベータ消,え消して消して <laughs> アルファプラスラムダの1プラス解分の解そして分子にも1プラス解ってあるので解の方程式なんですよこれ <laughs> なのでこの場合には、えっと、解を決めることができます解を求めることができます これねエルニノルム生息化の場合の、まあ、顕著な性質、まあ、あと誤差関数が2乗誤差関数になってるという場合に顕著な性質でございまして、えー、まあたまたま偶然といえばたまたま偶然なんですけれども <laughs> まあこういう場合もありますので、えっと、解を実際にこの後求めていきたいと思います。 で、一応、じゃあ、ここまでがノートの修正ですけれども、えっと、振り返りをしますと、カーネル法ってやってたんですね。<laughs> 雑。<laughs> カーネル法っていう、まあ、あの回帰の、まあ、もしくは識別とかにも何でも使うんですけれども、カーネルトリック自体は、いろんな問題に使えますけれども、まあ、カーネル法による回帰の問題をやっていました。でそうすると、僕らはモデルとデータの設定を決めれば、レプリカ法を使うことによって、性能評価をすることができますねということで、ガシ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 進んできたわけでございます。で、実際に、えっと、 自由エネルギーないしは分配関数ですね <laughs> を。を、まあ、こんなふうに評価しまして、それぞれ全部ガウス積分やればいいだけの形だから、もう閉じた式で書くことがもう明示的にできたわけでございます。なんですけど、ここでまあ一つ問題というか、中途半端なところがございまして、回、ま、帰、あの問題で、 えと私たちはその物理の問題にその機械学習の問題を置き直すってことをやってるわけですね。でその時に対象となるのがエネルギー関数で。このエネルギー関数が皆さんの世界では、皆さんの世界、機械学習やるときには、学習やるときには、あ損失関数とか言ったりするわけですね。で、その損失関数を最小化して学習するっていうじゃないですか。で これをエネルギーだと思って僕らは物理のモデルっていうふうに置き換えてますけれども β 無限大に後でするってここに名残ってますけれどもそう温度 β 逆温度ですね逆温度 β っていうのを設定して、まあ、物理カノニカル分布それこそ初回の授業からずっとやってきたわけですけれども物理のモデルとして扱ってきますだけど本当に興味があるのは最適化をしたモデルがどうなってるかなので β を無限大にしなきゃいけないんですね でそれを今からやりますでそのベータを無限大にするときに、まあ、もうほとんど全部計算できていて、t も q も m も t チルダーも q チルダーも m チルダーも全部計算できていて、ベータにちょっと注目してみたんです。無限大に飛ばすってことは、なんか怖いじゃないですか。発散したりとかするかもしれないっつって。で例えば t チルダーっていうのは、ああ、おベータの比例する形だね。 Q t ルダ d っていうのも β2 乗に比例するね。t チルダと Q チルダを足すと、なんと実はですね、β に比例する。きれいな形になります。m チルダっていうのは β に比例するね、とか。で、t-q も、えっと、この t チルダ d q チルダ d が β に比例するよっていう性質ですね。を利用すると、もうここで決まるんですよ。えー、β 分の1だねって。で、それでさっきの解っていう、 逆温,度をえっと、逆温度の依存性ですね t-q の中における重要な β 分の1っていう器用を抜き出してそれ以外の部分に関して解っていうふうに置くことにしましたけれどもこんな感じで β のベータとの関係ですねそういうのがむき出しになった形を得ることができましたでこの形っていうのを見いだしたらはいいざ β 無限大で最適化問題の世界に行ってくださいと 学習も最適化問題でございますよ。えー、なんで大関研究室は量子アニーリングに興味を持ってるんですかってったら、僕は個人的に最適化問題全般に興味を持ってるんですねって最近分かりました。機械学習もそうだし、圧直センシングもそうだし、量子アニーリングもそうだし、全部最適化問題なんで、デッドルバイエアーっいいつってあの手出してるというわけですね。ねしかも、まあ、物理学者だったので、 だったのか今もそうなのかわかんないですけどベータ無限大でその世界の議論をすることができるんだったらあーベータを通してね最適化問題を一気にあの計算しようと思ってやってるわけです。ではいじゃあ今のお話を書きますね。Q チルダっていうのはベータ2乗に比例しているって書いてありましたのでベータ2乗書きます。でこいつのそれ以外のパートのことをカイチルダっていうふうに私は書きます。 t チルダプラス q チルダっていうのも今の議論でベータに比例するって分かりましたのでベタでこいつをえっと改めてベータ t チルダっていうふうに書くことにします m チルダも同じでベータの m チルダっていうふうに置き換えることにしますそのねタに比例するっていう依存性が分かっているので で、最後に、えっと、解っていうのがございまして、えー、これは先ほど言いましたように t-q の β をかけたものを解と。はい、で、そうすると、まあ、逆解きをすれば、q イコール <laughs> t-π の β で割ったものっていうふうに書くことができます。あちなみに、この事実をあの知っておくといいですよ。<laughs> ベータ無限大でどうなりますかっつった最適化問題を解いて、まあ、固まっていくわけですよね。温度が低いっていうわけですからあんまり答えが揺らがないって言いますけれども動かない <laughs> で。そうするとベータ無限大でどんな性質がありますかっつったらベータ分の解,解っていうのは消えますよね。ああ、Q イコール T じゃんってわけですね。なので、えっと、これで Q、スピングラスオーダーパラメータっていうのは自分との 自分自身、レプリカの世界で、えっと、自分の世界とのオーバーアラップ、まあ、自分自身の大きさと同じになっていきます。こういう性質が見えてきます。で、あと、これもですね、よくあの手に馴染んでおいてほしいんですけれども、定数部分ですね、エントロピー項の。2分の t t チルダプラス99チルダのマイナス mm チルダってあるじゃないですか。もう多分何回もやってると覚えちゃうんですけど、これが、はい。 今のスケール。こういうふうに、ベータとの関係ですね。を考慮すると、実はきれいに書き下すことができます。まず tt チルダほっときます。で、次に、qq チルダの9のところを t タの解ですね。t タ分の解っていうふうに置いて、q チルダ。で、マイナス、おし閉じかっ mm チルダってやるじゃないですか。<laughs> で、そうすると、こっから、このベータに置き換える。ベータを持っているぞっていう書き方に置き換えていきます。例えば、えー、とですね、t に比例するのは、か,かってくのは t チルダーと t の q チルダーですよね。t チルダー足す q チルダーってどうなってますっったら、はい、ベータで t チルダーって書いてくださいねっていうふうに言われています。じゃあ書きましょうですね。で、ベータ分の解。 そして Q チルダって書いてありますが Q チルダ単独だったら β2 乗をかけてくださいっつって分母の β と約分して β が1個出てきますおエ M チルダに関しても β が1個出てきますそう全部 β でくくれるんですよえーと <laughs> なので、こうやって、β の一時だよ、一時に関係するよって分かって、2分の tt チルダ、マイナス回回チルダ、マイナスになるのが特徴です。マイナスマイナス m チルダっていう風に置き換わるとことが分かります。で、そうしますと、し分配関数の範囲平均、N 乗したやつの範囲平均っていうのは、 実は全部エネルギー項から何からよーく見ると β に比例した形で書くことができるということが分かります。ちょっと振り返ってみてください。皆さんのノートで結構でございますが、この z の n 乗っていうのは、たです。 まあこのログを取って、何だっけ、暗転法を使うので、暗転法を使って、エクスポーネンシャルの型の最大値を今求めてるわけですけど、その値ってベータの比例するのってエネルギーなんですね。で、エントロピーに関してはベータ分の1されてるけれども、ここら辺ですね。ログとかはもうベータに比例しないので、もうカスです。で、こっちはっていう、あれベータ俺書き忘れてる、これ <laughs>。悔しい <laughs>。ベータ書き忘れてますね、ここ、ごめんよ。 でしょ。ベータがあるはずです。本当かよ。本当かよ。本当かよ。本当。あった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 た <laughs>。これね。書き忘れてますね。はい、ごめんなさい。ベータがあります。だ、ベータで比例していて、でログはベータの一時間数よりもえっと増大加減がゆっくりですので無視ができるだけです。なのでエネルギー項からはこいつ。さっきの考えた定数項もベータに比例します。 ログっていうのは β の1次に対しては大したことないで消します。はい、ここで q チルダだったり m の2乗だったりとか t チルダ q チルダいますよね。分母に β がいるんです。分母に β がいるんです。分母に β が,がいるんです。分子には β2 乗、β2 乗がいるので、約分されて β の1次です。なので、残るのはこの子と定数項とこの子だけっていう風にシンプルな実行的な式を書くことができます。 マイナス2分のアルファの1プラス解分の1全部ね計算しちゃうんですけど t0 引く 2m プラス Q だったところを t にしますね t と q 一緒になっちゃうんでプラスシグマ2乗でプラス1 2分の 1tt チルダマイナス解解チルダマイナス mm チルダちょっと書けないので開業しますかあ、大丈夫だなプラス 2の T チルダプラスラムダ分のカチルダプラス M チルダの2乗の T0 っていう式が出てきますすごいシンプルですよねだから1個2個3個4個ぐらいですねの項で書くことができますでこれでまた安定方程式を T、カイ、M、まあ、T チルダ、カイチルダ、M チルダについて出すっていうことでもっと綺麗なコンパクトな式になります <laughs> こういうことを裏で研究でやってます。で私たちが今興味を持っているものは何かっていうと反華性能なんですね。反華性能っていうのは未知の、えっと、データがこれから出てくるわけですけれどもそれでどんな性質を、まあ、どんな性能を持っているかっていうことを知りたいわけです。で未知のデータって、まあ、新しい Y だったりそして えー、私たちのモデルは V で決まってる。でそいつらの2乗誤差によって、えー、性能を測ることにしましょうと。でそうしたら、えっと、まずこの角括弧で、えっと、V についての平均をします。つまりこれは分配関数で決まる、まあ、分配関数もしくはカノニカル分布で決まる 平均です熱平均とか言ったりしますけれども、なので今回求めた V によって決まるもの。で、よいしょ。まあ新しいデータですね。データに関する平均を取るというものです。で、この中身っていうのはおいくつですかっていうと、まあ問題設定で決めていて、Y っていうのはファイと V0 で決まるよっていうふうに指定しました。先生ですね。 で、さらにノイズが乗ってるらしい。ノイズって俺何て書いたっけイプシロンじゃなくて、N、M で書いた。いどう書いた <laughs> ?2 乗。よし M1 個ですね。まあノイズですわと。で、平均してください。今回の結果です。 でそうするとこれを2乗で展開しますと、まあ、V0 の2乗とかファイの2乗とか、えー、V ベクトルの2乗でファイが中に 2, 2乗あるよとか全部今まで計算したやつと同じものが出てきます。ちょっと下になっちゃうんですけど。1 2 とかは平均すると平均0分散 n 分の1だったかな分散 n 分の1になります。v0 の2乗だけ残ります。v の2乗だけ残ります。v0 と v のクロスタームが残りますっていう式ができますね。でそうすると t0-2m プラス t っていうのが相変わらず出ます。 でプラスノイズの方も2乗すれば分散がシグマ2乗ですのでえプラスシグマ2乗とだから反過性能を知りたかったらもうこれ見逃しにここにはいらっしゃるんですけれども t0-2m プラス t, t 本当はプラスシグマ2乗です <laughs> なんだけど論文では t0-2m プラス t だけ考えてます なななぜかかノイズがっったことになってます <laughs> むしろノイズがあるからこういう現象があるっていうことを論文で書いてるのになぜかこいつら反過性能を評価するときにノイズがないとしています。謎です。<laughs> まあまあまあ。結果の体制には影響がないので許してあげましょう。はい。ここの部分を調べることにします。で、いきましょう。次のページです。で、今求めた <laughs>。 だろうな自由エネルギーの β が大きいバージョン、えー、スケーリングを取ったバージョンで、えー、と t についての変微分、m についての変微分をそれぞれ取ってください。えー、ともう簡単な計算ですので結果のみにしますが t、e、チルダ m チルダ d、えー、1プラス解分の α っていうのが出てくるようになります。で、カッパについても、あカッパじゃない、ごめんなさい、解についても微分をしてあげて、計算をちょちょっとやると、 1プラス解二乗分のアルファの私たちが知りたいその半化性能に関係する t0-t プラスシグマ二乗っていうのが出てきます。で、えっと、相方の t チルダとか <laughs> 変微分しますと、これからは t が出てきまして、えー、こいつは t チルダプラスラムダの二乗分の <laughs> i チルダプラス m チルダの二乗の t0 っていう、まあ、コンパクト式がある で、M の方も、えっと、M チルダで微分すると、M 君はね、T チルダプラスラムダ分の <laughs> M チルダ T0 ですよとか、まあ、いろいろと出てきますね。えー、解チルダについても、<laughs> 解は、よいしょ、T プラスラムダ分の1ですと。1とか。まあ、これは本当に代入してあ、変微分して、えっと、イコール、移行するだけでございます。 で、こっからです。まあ、先ほどちらっと言いましたけれども、まあ、解くんっていうのが特徴的で、えっと、こんな風な決定方程式を持ってるんですよ。β がなくって、β がなくって、解イコール、α ルプラスラムダの1プラス解分の1プラス解っていう式ありましたね。これが、えっと、こっちの世界でも、β が無限大においても同じように残ります。なので、ここで、 解の決定、計算をしたいと思います。まあターン2次方程式ですから、そんな構えないでください。解イ,イコール t チルダープラスラムダ分の1です。<laughs> まあここに書いてあるじゃんね。<laughs> で、t チルダープラスラムダ、まあ t チルダーですね。1プラス解分のアルファって書いてありますので、こいつを代入します。よいしょ。 まあそうするとさっきと同じ式が出てきます。まあここで違和感を覚えたわけですよ。なんで変わるんだろうと思って。よしこ,こですね。で、えっと、論文のその、なんだろうな、数式とか結果と多分対応させて読みたいと思いますので、一応論文に合わせていきます。論文では、えっと、カッパイコールラムダプの1プラス解というものを、えっと、用意しております。<laughs> よろしいですかね。<laughs> で、えっと、左辺に解 <laughs>、えー、がいらっしゃいますね。なので、1を足してあげて、ラムダ倍を両辺にしてください。1を足して、1を足して、で、ラムダ倍をすると。で、そうすると、えっと、カッパイコールっていう式になります。で、そうしたら、アルファプラス、ウッドいきなり書くと分かんない。<laughs> 1>, 1プラスをしてからラムダ倍ですから要するにラムダ足すってことです。で、ラムダ倍分子にするとラムダ1プラス回って出てきますので分子にカッパくんがいらっしゃいましてアルファプラスカッパってうこういう式が出てきます。で、これまあ分析やでしょじゃあ分母払ってそうするとカッパの2乗が出てきてカッパの1乗が出てきて移行して2次方程式ができます。えー、恥ずかしいなっていう人は、えっと、カッパ 解二乗こっそり書くんですマイナスラムダープラス1アルファのアッパーのマイナスアルファラムダイコール0っていう二次方程式になります。はい。で、これで解の公式、二次方程式の解の公式、この年になっても使うんだよね。ほいしょ。本当に日本の中学、高校ってすごいよね。で、えっと、マイナス b プラスマイナス <laughs>、ルートの b2 乗プラス、 いしょ2乗をプラススマイナス ac で、すすねいしょをやりますでここで <laughs> カッパ2つの答え出てくるんですけれども、えっと、プラスになります、えっと。カッパ君は、えっと、正であるっていうのが、この解が正であるっていう条件から来ます。で、解自身正なのかっていうのは、どうしようかな。<laughs> どうしようかな。<laughs> 実は簡単にわかるんですけれども、まあ、それ考察してみてください。 すぐにわかりますいしょ。ここでカッパは正です。まあ振り返るときにちょっと確認してみてください。<laughs> で、なので、えっと、マイナスの解じゃなくて、えっと、プラスの解を使います。よいしょ。これ2乗足す2乗でございますから、これ引き算するとマイナスになっちゃうので困るので、プラスって。はい。 で、えっと、もしかしたら、あの、今、YouTube で見ながらなので、えっと、論文のね、その、クソ、リンク持っとくるか <laughs> あの、論文と、あの、対象し,しながら見ると、あ、この時期出てきたぞっていう風に見出すことができるかなと思います。えー、っと、論文の番号は、おいしょ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 、これだ。 アーカイブの2006-13198でございますね。えっと、もしも参照できる方はね、あの、これがオンライン授業の本当のいいところだと僕は思うんですけれども、何回か言ってますが、13198論文を見たから、えっと、バージョンが一番新しいやつかなが、えっと、一番良いかと、いろいろ誤りがあるままですが <laughs>、ありまして、で、こちらにも同じ式。 えー、カッパを求めた式がございますのであ、それが再現されたということを確認していただければと思います。よいしょ、よいしょ。ねでえっとまあ、このカッパの式を使って、えっと、結局何が知りたいのかっていうと、いろいろ論文では議論してくれているので、それを再現、全部細々しても面白いんですけれども、一番重要なのが反過性能ですよね。E <laughs> A0-2M T ここだけの部分を、まあ、彼らの論文では、安価性能としてえっと表示してます。で、結果を代入します。t0 はそのままですけど、マイナス 2m っていうのは、もう計算しました。m っていうのは計算しました。t もですね。例えば m はこれです。t チルダプラスラムダ分の m チルダの t0。比例します。t 君も、 t チルダプラスラムダ2乗分の m チルダ d 2乗の t0 っていうふうに t0 に比例する項がそれぞれにあって1引く2倍のプラスってなってるので実は因数分解できるきれいな格好になってます。で残る t チルダプラスラムダ2乗のカ,カ,カイチルダっていうのを代入するっていう感じでえっと意外にコンパクトに計算できます。 t0 に比例するところは1マイナスアルファプラスカッパー引くアルファの2乗です。もう全部代入しました。で、プラスアルファカッパー2乗分の、よいアルファの、ハイチルダです、これ。<laughs> t0 マイナス 2m プラス t プラスシグマ2乗です、ね。ここでもシグマ2乗出るんだから入れといた方がいいと思うんですけど <laughs>。はい。<laughs> で、あとは、 t0-2m プラス t っていう、ここの反過性能が、ね、反過性能イコール反過性能ってなってるので <laughs>、引き算して割り算をするっていう当たり前の計算をします。はい。そうすると、よいしょ、よって、これ実は前回の残りでございますのでね、あの、チョコ材な、しょぼい計算をやってますけれども、よいしょ。まあ、一人でこれを再現しろっていうのもね、寂しいというか、間違いやすいので、よいしょ。一緒に再現という感じです。 プラスアルファプラスカッパーの2乗引くアルファ分のアルファのシグマ二乗とう。で、これで論文の式が再現されております。えっと、論文で言うとですね、どこに相当するか、まあ、カ4式だったりとか、まあ、あれは一般的な式で、えー、カ7式ですね。カ7式が、えっと、この論文の 対応するものでございます。汎化性能が出ました。<laughs> アッパーもね、出てますね。はい。で、これ何を言ってるかっつうと、まあ、ティっていうのは、先制ベクトルの、まあ大きさなんですね。まあなので、まあ別に適当に位置とかに規格化しときゃいいんですよ。で、問題は二乗、シグマ二乗、ノイズですね。ノイズの項の部分がありまして、まあアルファに依存する。 まあカッパーにも依存してますけど、カッパーっていうのはアルファと生息化の強さ、エルニノルムのラムダの強さによって変化します。そういう項が、このそれぞれ T0、e、とシグマ2乗に比例する項として残っているというわけでございます。で、1つですね、古典的な学習理論でもよくやられるんですが、データをめちゃくちゃ上げるとどうなるのとデータの量がアルファでございます。アルファは、 n 実行次元に対して、えっ、ー、とデータ数 p がどれくらい多いですかっていうわけなので、比率なので、これを無限大にします。だからデータめちゃくちゃ多い極限です。で、そうするとどうなりますかっていうのをまず素朴にまあ調べてみたいと思います。<laughs> で、そうすると一緒、まあカッパがどうなるかは知りたいですね。 アッパーイコールラムダプラスアルファプラスカッパー分のカッパーとか言ってますけれどもアルファでかいとどうなるって言ったらこの分母がめちゃくちゃでかいので消えますってなるんです。カッパーはラムダです。なのでラムダっていうのを代入してあ <laughs> げて、まあ、ラムダっていう代入するっていうか、まあ、有限の値を持つよっていうのが実は言いたいことでアルファめちゃくちゃでかくするとこっちの分母はアルファ2乗で大きくなりますね。 で、こっちは α2 乗で分母大きくなって、分子に α ってありますので、それぞれ、えっと、半加誤差は、よいしょ、こんな風にデータが増えていくと、生則化の係数はありますが、t0 と、よいしょ、α 分の1のシグマ2乗っていうふうに、データが大きくなると、まあ、無限大分の1、無限大分の一ってなるので、0になっていくんですよ。 データたくさんあげると賢くなるそりゃそうや <laughs> そりゃそうやまあ、そういう当たり前の結果とかが出てくるというわけですね <laughs> で次、じゃあ他に何か気になることありますかつって、えっと、論文の中ではこんなことに注目してます。アルファプラスカッパー事情引くアルファ分のアルファのシグマ2乗ですね。第2項ですね。ノイズがあると、まあ、生じる項です。もしもノイズがなければデータに、そんなこと普通はないですけど、まあ、データがなければシグマが0なるんですね。ここがないってわけですね。だけど、そこのノイズがあった場合、どんなことが起こるかっていうことをまず考えましょうと。 でそうすると、まあ、やっぱりカッパが気になるわけですよ。カッパ君はでどんな値ですかっつったらこんな値です。<laughs> こんな値です。いや分からへんかなと思うでしょだけどさよく見ると α とラムダプラス1アルファとラムダプラス1が等しくなるとどうなりますかっつったらカッパくんが一番小さくなるのかなここの部分が0になりますここの部分が0になりますっていうことで特殊な値を持ってくる。 はい、じゃあそこのところを気にしてみましょう。あと、カッパスターというものを考えます。<laughs> アルファイコールラムダプラス1ですね。そこでカッパスターっていうのを計算しますと、よいしょ、マイナスラムダのラムダたす1ってなります。よいしょ、生、ま、息、あ、化係数だけで決まるものになります。で、ここにその結果を代入します。 アルファプラスカッパのところのカッパースターですね。代入してあげて。でアルファもラムダ足す1っていう関係になってますので、その値を代入します。で、そうすると、プラス分母と分子でラムダかな。あ、アルファか。アルファで割り算をするので、ラムダ足す1で割り算ですね。をすると、こんな式がまず出ます。これ単純な割り算です。分母分子をラムダ足す1かな。 ラムダ1まあアルファですね。アルファで割り算をします。で、そうすると、えっと、こちらのカッパスターの方でルートラムダってのが出てきて、アルファの方ではルートアルファで割られて、ラムダプラス1、ルート。で、分母分子アルファで割ってるので、1、1になってます。で、これをね、えっと、愚直に展開してください。2ラムダプラス2のルートラムダのラムダプラス1分のシグマ2乗ですね。 はい、でそうすると別に何の考えも湧かないかもしれないですけどちょっとこれ待てっていう式が出るんです。プラスラムダプラララススムダ分のシグマ乗ルートラムダを抜き出してみました。<laughs> でそうするとこの1プラスラムダっていうところでノイズによって反過誤差がこんな、まあ、関数形を持ちますと。何の考えも湧かないですかってわけですよ。 嫌でしょこの形何が嫌だって分母がゼロになるんですよ。ラムダをゼロにすると発散すんのよ、この子。つまり、エルニノルムの生息加工がないと発散すんの、これ。えマジで書いてみます。縦軸、横軸、おいしょ。がありまして。 アルファっていうのを横軸にして、で、縦軸に反射性能を書きます。今計算してるね、この反射性能ね。で、アルファを0にしてくださいって言ったら、ノイズの項なしで、0にし,0にして、0にして、カッパ2乗分のカッパ2乗で消えて、t0 になりますと。まあ、これが、なんだろう、1つの基本的な値なんですね。転生ベクトルの重みです。<laughs> で、そっからアルファ、データが増えると、反射性能上がるわけですよね。はいはいはいと。 で今調べたのはラムダプラス1っていうアルファがねラムダプラス1のところで反化性能のうちノイズに相当する部分ノイズによって出てくる部分がラムダを小さめにしておくと発散する項ございますって言っすっていうことはあったわけですよ ある特殊なところで発散するんですと。ラムダが小さいと発散。まあでっかいってことですね。L2 ノルム正則化しなかったらマジで発散ですと。なんだけど、データをアルファ増やすと、ギュールファ2乗ラムダ2乗 t 0ァ分の1で減衰するって言ってるんだから、最後は減衰するんですよ。いい はい、ダブルディセント現象です。データを、まあ、ある程度増やしていくわけですよで。増やしていったらどうなりますかと。まあ、パラメーターに対してデータを増やす必要があると。でもパラメーター増やしすぎるとあの、科学習をしてしまうってありますよね。科学習すると反過性能が上がっちゃうわけですよね。これ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 ,これってわけですよ。 データを増やしまして、えー、となんとかフィッティングさせていくんですけれどもそうするとまあモデルが過剰だったら、うん、カーネル法なんて過剰ですよねほぼ無限ですから、まあ、実際 N 無限で、えー、カーネル法んのパラメータめちゃくちゃ多い状況ですけれどもそれに対してデータを増やして学習させていくとうわーハン性能が引き上がるって過剰なフィッティングオーバーフィットを科学習をしちゃうわけですねだけど 化学習を防ぐためにエルルニノルムすするじゃないですか、ね、でそうするとその発散が縮こまるんですよこのラムダー君が、えー、小さいとゼロに近いと発散をするのでちょっとの生息化じゃなくてちょっと強めにしてくださいっつうとこれが丸くなりますと。でもあるんだよねやばいところが。でだけどそれを乗り越えてもっとデータを上げると。<laughs> そうすると化学習を乗り越えて データもらえばもらえるだけ賢くなる時が来るってよ。なんと夢のある話か。<laughs> なんでかって勉強と一緒じゃん <laughs> 皆さんの脳みそってすげえパラメータあるはずなんですよ。だからデータあげると学習するんですよ。だけれどだん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 分からなくなるでしょな何が正しいんだ何を俺をやったらいいんだ分からなくなるじゃないですか。それそれそれ。その後だよ。その後を乗り越えると。よいしょ。 データもらえばもらうだけ、勉強すればするだけ、賢くなるフェーズが来ます。ので、頑張って勉強してね。<laughs> 機械学習の分野って、ね、教育するのに楽しいんですよね。結果が人間とほとんど同じだから。 えー、めちゃくちゃデータを与えすぎるとパニックに,ックになってパーセプトロンね、えー、識別ができなくなりますギブアップしますっていうのもね人間っぽいじゃないですかそれと同じですね、えー、学習すると反過性能が反過誤差が上がってっていきますえだけど、えー、ある程度データあげるとまた頭良くなりますだからここら辺にいる人諦めないでねこっち行ってね、えー、トンネル効果があればいいんですけどねはい というのが二重効果現象、ダブルディステント現象を、まあ、一応一部ですけれども再現させていただきまして、で、論文では他にもね、いろんな、これはどんな条件で起こりますかとか、ソー図みたいなのも描いてますけれども、まあ、ただ微分したりして、ちまちま計算するだけですので、まあ、あとは自分でやってみたらどうですかと、ここまで計算できれば、レプリカ法の計算できちゃえば、あとは 結果の代入みたいなもんなので、えっと、ぜひとも、えっと、もっと興味があるっていう人はですね、自分でいじくり回していただいて、えー、感動していただけると思います。はい。なので、えっと、今までレプリカ法で、あの、まあ、いろんな状況できるようあ、ありがとうございます。概要欄にアーカイブリンクいただきまして、ありがとうございますえ。TA 君、本当にありがとうございます。<laughs> あの、 レプリカ法でまあんでしょうねいろんな場合について計算することができるっていうのは再三にわたってお伝えしましたけれども、まあ、こういうモダンな現代的な機械学習で見られる、まあ、ディープラーニングができてもうめちゃくちゃオーバーパラメトライゼーションされてるような世界でデータを与えたらなんか学習ができちゃう謎現象ってあったんですよ。昔はは古典的には データ与えたとしてもモデルのパラメータめちゃくちゃある場合には科学習するからダメだよって言われてたんですねやめとけって言われてたんですよ <laughs> なんだけど結構いけるっていうだからもうディープラーニングめちゃくちゃパラメータ用意してめちゃくちゃデータガーってやればいいじゃんっていう風に雑な議論になってるんですけどただそ,その背景にこうした理論的なまあ証拠であったりとかそれを提言するのはやっぱりエルニノルム生息家って聞いてるんだねとか 他のノルムだったらどうなるんですかねとか他のモデルだったらどうなるんですかねとかいろいろ試すテストベッドっていうのができたというわけですね。でそういう意味ではレプリカ法っていうのは今も生き続けてる方法で役に立つから。 ノーベル物理学賞になったわけですね素晴らしい <laughs> もちろんそれで学習における RSB とかねあの議論することができるわけで、えー、どんな条件の時に RSB が起こるのかなとかそういうのも興味が持たれております。 であとはデータですね。データについてもこの問題に関しては平均と分散が、まあ、平均が0で分散が n 分の1ですねとか簡単な場合だったんですけどもっと複雑な場合っていうのも考えられています。で最近のまあ興味というか、まあ、世の中的な研究の動向としてはそのデータにの間にちょっと隠れた相関があるよねとかそういうような構造を持ったまあ乱数の絡み合い方みたいなのが出てきて。 中心極限定理をちょっと拡張したような計算っていうのも出てきております。本当はね、それをね、講義でやろうと思ったんですよ。なんだけど、時間的にちょっと中途半端に終わるなと思ったので、あの15回の授業には入れないことにしました。あの、16回、17回、18回って実はやろうと思っていて、そうね、20回目ぐらいにやろうかなっていう予定です。 あの全然単位とかと無関係なのであの気楽に受けていただければ多いんですけれども時間帯も変えるかもしれないですけれどもあのこの配信をねやるっていうのは学部の授業と大学院の授業でやってたわけですけどこの楽器外授業期間外でも、えっと、僕はずっと生配信をし続けないと生配信の方法を忘れるので。 週に毎週1回はあの自分の都合がつく限りはやろうかなと思ってますんで、えー、楽器が終わってからもですね YouTube で大関がまた叫んでるぞっつってあのたまに覗いていただければと思います。はい まあ、このスピングラス関係、情報統計力学関係の動画を残しておくと、おそらく後輩たち、皆さんたちの,です、ね、あの先輩後輩も含めですけれども、研究をしている人たちにですねあの重要な知見が届けられると思いますので、えー、私の力の尽くせる限りいろんなことを紹介したいと思います。おいしょ いや、まあ、正直言うと、出版社から早く教科書あの書きかけてる教科書あるだろう、早く出版しろって怒られてるからなんですけど、そのノートを今作ってるようなもんで、えー、その前にはちゃんと授業として喋ってみて、えー、どうなのかっていうことを探らせていただいてるっていう実験的な側面もございます。はい。ご協力いただければと思います。はい。というわけで、えっと、まずは一息つきましょう。じゃあ、ここで CM でございます。 この隠れてる間にコーヒー飲んでました <laughs>。皆さんもちょっと一息ついてください。あの人間の集中力はねあの、持って50分ぐらいでございますのでね、ちょうど授業始まってから45分たったぐらいですからね、一息つくのにちょうどいいかなと思います。で、えっと、ここからですね、あの内容があの本当はやりたかった、今日やりたかった内容になりますので、えっと、よいしょ、気持ちを切り替えていただければと思います。よいしょ、よいしょ。<laughs> ランダム行列の固有値分布。 あのこの計算方法自体は、投稿台の集中講義の YouTube の生配信の方で書いて、まあ、出してありますので、全く同じ、ね、内容なので、まあ、コンパクトにはしてますけれどもあの、そちらで見た方がいらっしゃったらねあの、すいませんっていう感じなんですけれども、まあ、意外な応用法だから、あの知っておくといいかなっていうのと、まあ、やっぱりあれなんですよね、いろんな分野、うん、情報通信系とかも特にそうですけど、ランダム行列って出てくるんですよね。ランダム行列って都合がいいのは、 まあ行列なんだけど、いろんなシチュエーションがあり得て、えー、あ取り扱いがめんどくさいので、乱数にしちゃえと。ただ、行列っていうのは対称性がありますよね。直行行列だとか、ヘル,エルミット行列だとか、ユニタリー行列だとか、そういう構造があるので、その構造を気にしたもとで、まあ、平均をしなきゃいけないとか、考えなきゃいけないっていうので、厄介だったりします。なんですけど、実は、時計力学使います。なので、えっと、この方法を知っておくと、 のちのちね、皆さんがランダム行列とか出てきたときに、えっ、ー、と、立ち打ちができるのかなと思いますし、スピングラスとランダム行列と何、何統計力学と情報統計力学情報の問題と、機械学習の問題と、ランダム行列、一色たに扱えるのって、ちょっとすごくねってわけです。まあ、よくよく考えると、スピングラスの問題って、相互作用 JIJ がランダムですねって話じゃないですか。 I 番目のスピンと J 番目のスピンが相互作用してますと強磁性だったり反強時性だったりしますというわけでしょその JIJ を行列と思えばよくよく考えるとランダム行列なんですよねあれなのでランダム行列の理論っていうのがそのスピングラス理論となじむっていうのはいわ、まあ、ごくごく自然なこととも言えますはいじゃあノートではランダム行列って書いてみましょうよいしょ でランダム行列の、まあ、行列って言ったら何が重要よって言ったらさ固有値でございますよねってわけです。しよしょ。固有値で。ランダムな場合には、まあ、固有値もその行列、まあ、ランダム行列ってそもそも何よって言ったら行列の成分が乱数だってことですね。でなので、えっと、いろんな行列のパターンがあるわけですけどそれぞれに固有値があってそれぞれの固有値を計算しますと。とそしたらいろんな固有値になり得るので 分布があるわけですね。固有値分布を持ってます。で、その固有値分布のことをローラムダっていうふうに書いたとします。で、よ <laughs> いしょよいしょ。その固有値が N 個ありました。i イコール1から N 個。<laughs> まだから N 次元ですね。N 次元の行列、N×N の行列を考えます。で、そしたら <laughs>、まだカッコ書かない。 一緒、一緒。<laughs> まあ、ラムダの関数でございます。ラムダの引数にします。で、ここでデルタ、デルタ関数を利用しますね。<laughs> ラムダがある値を持ったら、<laughs> まあ、i 番目の行、i 番目の固有値と等しかったらピコーンと反応することによってヒストグラム的なその分布を表現します。 だから、この数式は何を言ってんのよ、つったら、よいしょ、よいしょ、よいしょ。横軸をラムダにして、で、固有値がさ、例えばラムダ1とか、ラムダ1とか、ラムダ2とか、ま、いくつかあるわけですけれども、そのラムダ1のところでピコーンと反応する。で、ラムダ2のところ、ラムダ2のところでピコーンと反応する。っていうので、分布を表します。で、その時に、 いろんな行列で平均しましょうそうすることによって、えー、ランダム行列、まあ、ランダム行列の,その発生させてる背景にはその行列の成分が各成分が例えばガウス分布ですよとかなんとか分布に従ってますよとかそういうルールを決める必要がありますのでそのルールの範疇で生成されたいろんな行列について固有値を求めてその固有値分布。 の平均を計算します、まあ、足し算してヒストグラムを計算しろってことですね。なのでこれが固有値分布の定義でございます。ここでさ、もうゾクゾクしませんゾクゾクしたらただの変態なんですけど <laughs> ラムダはいいとしてデルタってあるんですよ。 デルタ関数を見たら僕たちよだれを垂らすすよよううになってると思うんですよいや僕だけだかもしんないですけどデルタ関数っつったらもうあれだよね指数関数だよねとか思うじゃないですか。なんだけどデルタ関数っていうのはえっと定義がいろいろあるんですよね。デルタ関数自体はもちろん僕らが扱うときにはよくやってたのはフーリエ積分表示っていうのがありましたけれどもおいしょ今回はまださ分配関数がないんだよ。 こっからさなんかもレプリカ法使うどうやって使う分かんねえでしょやっぱレプリカ法っていうのは分配関数があって分配関数のログがあってでそれの計算平均しろって言われて分かんねえから、えー、Z の N 乗って計算するんじゃないですかログないじゃんデルタ関数はあってもだからここのデルタ関数で風リエ積分表示をするっていうのはちょっと違うんですよデルタ関数はあるけど、まあ、いじくるとしたらここしかなくて で、分配関数、ログを作らなきゃいけないんですよね。どうしますログ。で、デルタ関数っていうのは、よいしょ、いろんな定義、表現がございまして、そのうちの一つがこいつです。リミット、イプシロンの0、極限を取ります。π 分の1。まあ、これは定数、企画化定数ですけれども、イマジナリーパート、複素数使うんですよ。なんて変態な。 でもね、うまくできてるんだよ、これ。ラムダ引くラムダ i マイナス i イプシロンっていう複素関数考えるんですよ。もちろんラムダはね、あの実数で全然いいんですけれども、こんな風に、えっと、イプシロンっていう風にちょっとずらすんですよ、虚数の方向に。で、それを0に近づけますっていう極限を取るんですね。いや、これ、な、何これって思うでしょ。 不思議だなって思った人は、これを有利かつんだっけなんつんだっけ <laughs> ラムダ引くラムダ i 引く ie とイプシロンと、プラス i イ,イプシロンを分母分子にかけてあげて、ちょっと計算してください。で、そうすると、えっと、イマジナリーパートは、よいしょ、イプシロン0のパイ分の1のイプシロン分の1っていうのがまず出てきまして、ラムダ引くラムダ i の2乗のイプシロン2乗プラス1。 分ののってていうのが出てきます <laughs> でそうするとこれよくできてんなと思うんですよね。<laughs> あのイプシロンがあるでしょ。で0に近づけるでしょ。発散しちゃうんですよ。どこで発散するかっつうとラムダがラムダ i に等しいとこの項なくなるでしょ。1× イプシロン分の1は発散するじゃないですか。だから無限大に行きますよ。 だけどラムダがラムダ i 以外だとこのイプシロン二乗分の1っていう項が残るんですよ。で分数の分母って嫌だから、えー、とイプシロン二乗を分母分子にかけるじゃないですか。でそうするとここの値ラムダ引くラムダ i の二乗って残ってイプシロン二乗がここにかかって消えて分子にイプシロン二乗が来て分母にイプシロンがあるから1次になって0になるんですよ。だからラムダがラムダ i 以外のところでは0なんですよ。 でラムダ i と等しいとこだけ無限だーってなるからおおデルタ関数じゃんお前 <laughs> っていう別の表現がございますなんとへえってなんだけど何とも思わないでしょここでは <laughs> まあこのデルタ関数に別表現があるんだないろんな表現があるんだなっていうのは実は知らない人もいたりするのでそこに感動していただいても嬉しいなと思うんですけどここで重要なのは実はラムダの逆数を 使っているっていうところがポイントです。私口走ったことがあるかと思います。人類に計算ができるのは指数関数と分数関数だそうです。まあ、分数関数も2つの意味があるんですけどね。等比数列を使うまあ、等比級数を使うっていうのもあるし。しえっ、ー、と。この場合はラムダ分の1でしょ。要するに、ね、このね式謎でしょなん。知らなかったでしょ。 デルタ関数の表現って何パターンなんだろうね結構ありますよあの。それこそガウス分布で極限を取るっていうのもあるし、風鈴積分表示もあるし、いろんな表現がありますので、どれを、まあ、レパートリーとして持っておくかっていうのは分野によるのかなと思います。物理ではこのレパートリー結構使いますね。で、このラムダ分の1っていうことに注目すると、ラムダ分の1、要するに x 分の1ですわ。x 分の1ってどんな時に使いますか 数数関数の微分じゃないですかログ x、微分すると x 分の1。ほら。ログが欲しいんだよ、俺は。分配関数作りてえから。俺たち、レプリカ法の病気になってるので、レプリカ法さえやれればいいっていう状況になってるのでね。まあ、それはどうなんだっていう意見もありますけれども。in 分の1、N えー、今のこのデルタ関数の表現を入れます。 アイでは取ってください。ハイ平均してください。イマジナリーパートにしてください。ラムダ引くラムダアイの、ねえーと、イマジナリーパートって言われると、途端にね、怖って思うかもしれないですけれども、よいしょ。こんな感じ。で、ログにします。ログにするためには、π 分の1はほっといて、えー、微分にします。n 分の1の、はい、シグマ i イ,イコール1の n の、<laughs> イマジナリーパートの、はい、中身はあったわけですよ。ログのです。ラムダ引く、ラムダ i 引く、i, I イプシロン、閉じカッコ閉じカッコ閉じカッコ。ほら、出た。ログ出た。ね、ログなんて嫌いなんですけど、普通は。普通は嫌いなんだけど、今の皆さんはログを見たら分配関数に見えるはず。自由エネルギーに見えるはず。それが目標です。 この後どうすんの、ね、全然分配関数足し算とかねえじゃねえか。足し算あるとしたらこうじゃねえすか。この足し算って何ですかっつったら、はい、これね。これね。何ですかこれ。<laughs> まあ、こういう値で足し算を取ってるんですよね。固有値で足し算を取るっていうことは、対角成分について足し算するって言ってるんでしょ。トレースの対角成分で足し算するっつったら、俺知ってんのこれだよ。トレースだよ。 トレースのでログでしょもしょももくはこう考えていいいと思いますログの足し算は中身の掛け算ですよねっていうふうに考えてもいいかもしれないです。トレースのログっていうのはログの積です。固有値のってわけですね。固有値の積と等しくなるものって知ってますデタミナントなんですよ。 デタミナントは、もしも計算ができるんだったら、計算すればいいんだけど、できない場合には、固有値を計算して、固有値の積を取るんです。対角化すれば、これ簡単に証明できますよね。A を対角化しましょう。で、そうしたら、その対角成分がデタミナントになりますよね。対角成分かけてですこれですよね。<laughs> 対角行列だったら。はい。で、これを外に出します。シグマになります。トレースのことです。 トレースログはログデタミナントっていうのをよく使うんで覚えておいてください。で、今回の場合はこれを逆に使ってログデタミナント作ります。いやいやいや、俺線形代数嫌いなんだけど。一 <laughs> いしょ一いしょいしょ。みんなそうでしょ。好きっていう人は偉い。勉強したってことや。俺は勉強しなかったんで線形代数は苦手だ。落としたし。学部1年で忘れもしないよ。線形代数の後期にやったですね。 全然はもう落としましまたよ何言ってか分かんなかったですからね。ログデタミナントラムダ引くラムダ相手何ですかって言ったら行列 A 君の固有値ってございますので、はい、ラムダ引く行列 A でその行列 A について範囲平均を取るっていう式にします。でラムダの後にスペースを置いたのはまあただの数字なんですけれどもラムダ自身はね行列に対してただの数字っていうのは何か意味があるのかっていうわけですけれども 単行列にラムダをかけたものって意味ですそうすると行列と行列の引き算になるすよね。はい。こんな感じで式変形をします。さあ出たログデタミナント肺、はい、平均。デタミナントなんて好きじゃないですよね。今の皆さんはどう思ってますかねこのログデタミナント。はい。ログデタミナントって、よいしょ。 まあデタミナントっすね。デタミナントって人生の中でどこで出てきましたそれはまあ、線形代数で、期末試験でデタミナント計算しろっていきなり命令された時には出てきますよね。全然興味ない時ですよね。なんで 3×3 のサラスの方,方もうあのめんどくさい計算でさ、あね、デタミナント計算するんだよ。何の意味があるんだよとか思ったじゃん。2×2、ね、なら平行四辺形の面積で、3×3 だったら立方体のなんか体積でしょぐらいはわかるけど、4次元以上とか意味わかんないですよね。はい。 で4因子展開とかさせられて、3角さ3のサラスを4回、3回ぐらいやらされて、って。そういう嫌な印象しかないと思うんですけれども、デタミナントってあともう1回出てるんですよ。ガウス積分。ガウス積分の名残です。デタミナントっていうのはね、デタミナントっていうのはガウス積分で出てます。ガウス積分の、名残です。 なので、今までの数学的な知識、計算結果の総動員をしてるんですよ。このランダム行列の話って。そういう意味で、最初、これ思いついたやつ、あったまいいなって思うんだけど、いや、俺でも今できるわって思ってくれると嬉しいなと思います。なので、積分の結果なんです。<laughs> えっと、せっかくでございますから、忘れた人に一応ですね、天の声でも書いときましょうか。 インテグラル DX ベクトル、エクスポーネンシャルのマイナス2分の 1X 点値 AX、もちろん A は対称行列ですが、デタミナントの A になります。2π の次元上です。これをなんか初回にやったかなと思いますけれどもね。 1>, はいあのー、1変数の場合はね a 分の 2π って覚えてると思いますけれどもそれを拡張すると,、えー、とデタミナント a 分の 2π の n 乗になります、まあ、その証明方法は対角化してこやったね覚えてる覚えてる固有値の積にしてそれはデタミナント a と一緒だよねって初回の授業でやったわ <laughs> と思いますでそれのルート 2π の n 乗ですとだからデタミナントってここにあるんですよここにあるんですよここにあるんですよ何なの積分の結果なんですよ積分 ということは、これは積分でかけるってことですかそういうことです。積分だったら分配関数じゃん。というわけで、合計力学使えるんじゃないか説というのが出てきます。はい。z のラムダ、はい。いきますよ。というものを、俺は用意します。インテグラルの dw、重みベクトルなんてないんだけど、ニューラルネットワークとかなんでも関係ないんだけど、自分で作ります。マイナス2分の1の w ベクトルで、 ラムダ IN-A という行列を作ります。書きます。はい、これ。積分できますかできますよね。ガウス積分ですよ。はい。元素積分だから別にこんな分配関数計算するなんてアホなんじゃないですかねラムダ IN-A の、ほら、こういうちこういうちこういうちこういう値じゃない。えっと、デタミナント、デタミナント。これじゃん 別に分配関数積分できるんだから、これ以上何をする必要があるんですかって感じですよね。まあ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 聞いてくださいよと。ここにデタミナントがございます。ね。ので、えっ、ー、と、ログを取って、ログ Z、ログを取ってあげると、マイナス2分の1ログデタミナントになりますので、マイナス2倍をしてあげる必要がございます。ちょっと前に戻っちゃいますけれども、この子は、はい、この子は、 マイナス2倍のログの Z ラムダっていうことになります。ね。で、分配関数を計算するだけじゃなくて、あなたがやらなきゃいけないのは範囲平均なんですよ。A に関する。うん。あ、ヤコビアンの話でも気づくと思います。そうそうそう。<laughs> ログ Z ラムダの中に行列 A がありまして、その行列 A の はい、平均いろんなパターンについて足し込んだやつを計算したいので分配関数単体じゃ意味ねえんですよ平均したものが必要なのではいレプリカ法をやってくださいこれ賢いよねでこいつをレプリカしますでそうやると、はい、出てくるのが、はい、マルチェンコパスツール則ですチェンコ スル速。これを導くところまでやろうと思いますあと26分ですどんな行列でやろうかなって言うんですけれどもここではこんな行列について考えます X という行列を考えますで、それぞれ M×N 行列 で、エクスポーネンシャル、ガウス分布なんですが、各成分、ガウス分布で平均0分散1に従う行列 X というものを考えます。えー、行列 X は、よいしょ。N 次元、M 次元っていうやつです。長方形の行列です。で、そのものの、えっと、固有値分布なんて考えませんよ。長方行列ですから、こいつは特異値を持つ。ね、対角行列じゃないんで固有値ではございませんね。 AKL っていうものを考えます。n 分の1、A、μ イコール1から m まで、xμK、えっと xμL ですね。この足し算をして、ランダム行列2つをかけて足し算したものを A とします。なので、A 自体はもう一正方行列です。n かけ n で、 m っていうくびれた、まあ、行列ですね。よいしょ。よいしょよいしょ。n、まあ、くびれた長方行列。よいしょ。x 点値 x ですね。こういうもので構成されています。なので、m が n よりも小さいと、低ランク行列になるので、固有値の0っていうのもあります。 で、非ロの固有値の分布はどうなってますかっていう計算をこれからします。線形代数だね。<laughs> はい、z の n 乗のラムダ、もういきなり書いて大丈夫だね。みんなだったらね。インテグラル、a、e、dwa、ニューラルネットワークですか違います。違うんだよ。ランダム行列の問題なんだって。マイナス2分の1、ラムダ、単位行列、w、んちょっと待って。マイナス2分の1、ラムダ、 A, WA ベクトル WA ベクトルってことはな、レプリカ法してるからね、あの A やってますけれども、はい、L2 ノルムです。L2 <laughs> ノルム生息化をかけつつの範囲 <laughs>、はい、平均します。えっ、ー、と、エクスポーネンシャル、どうしようかな。よいしょ。い書くとわかんねえ。カチャカチャとかこう。エクスポーネンシャル。 2n 分の a を代入してます。a と μ とレプリカの a で、はい、w と a、マイナスマイナスでプラスね、w の aw です。で、a は何ですかっつったら、x、x なんですよ。ってことは、x くんが w にかかって、x 点値が w 点値にかかって、で、持参しなさい。 っていうので、μ っていうふうにしてるんですけど、同じものでしょっていうことは、二乗しろってことだね。xμ 点値、w ベクトル、a ですね。レプリカ素位置、素1、二乗。閉じ括弧。平均をしろ、x について。まあ、こういう状況です。どうですか ?L2 ノルム生息化で、なんか二乗誤差っていう問題です。<laughs> ああもうここまで来たら、もう、暗算じゃん 何回もやったよねだから僕は途中で教師モデルの導入のところで打速かなって思ったんだけどあそこまで同じ計算をやればしつけえなって思われてるかもしれないけど飽きたでしょ飽きたってことは覚えたでしょ覚えたから人間脳みそが楽をしてもういい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 ってなってるんですよ。ということは分かってるね何をするかはいこれです。 内積発見内積が発見されたんだったら、10原理使いましょうですね。10日表現がございます。u,μ,a。μ と、ね、a に依存して内積があります。n 分の1がありますから、そいつも中に入れちゃいます。xμ 点値と w の a ベクトル。なんだよ、ニューラルネットワークの1層と同じじゃねえか、何か意味あんのかなとか思いません。<laughs> 1一層ごと、各層ごとのニューラルネットワークがこうしたランダム行列の固有値分布と関係するんだってよ面白くねえか、面白くねえか、面白くねえか。<laughs> ランダム行列理論とニューラルネットワークの学習理論が結びつくんだぞ <laughs> その介在には統計力学が変わってんだぞ平均0。x が平均0だからね。 エ、えー、a ね。それでレプリカ法やればいいんでしょもう散々やったよ。もう嫌がらせのようにやったからね。N 分の1、WA 点値、WB ベクトルだけが残ります。ごめんね、省略してますけど、X の分散が1だからですよね。ルート N、ルート N で N に, N になって、W と W が残っていから、WA、WB の内積。ああ、スピングラスオーダーパラメーター発見 QA、B です。もういいね。<laughs> レプリカ対象ならば、あ、じゃあランダム行列のレプリカ対象性破れたりする問題ないかなとか思うでしょう。そうですよ。やってください。いろんなアンサンブルを考えて、レプリカ対象性が破れるような、えー、ランダム行列のアンサンブルはあるんだろうか。ないんだったらない、全部ないっていう証明とかできないかなとか、いろいろ妄想膨らみますよね。まあ実はあるんですけど。ルート t-q の、よいしょ。xa プラスルート q の z。 という等価表現ができます。と表せるもう何回もやったから分かるね。対角成分が t で、非対角成分が q ですよ。えー、書いておきますか。よいしょ。よいしょ。ねえ、思い出してくださいよ。初回の授業でスピングラスやる、レプリカ対称性やる、レプリカ対称性の破れとか何なんだよとか思ってたとき思い出してくださいよ。今じゃ普通にやっている。添え字が多いのもなんか慣れた。めんどくせえけど。ね、そんな感じでしょ。 1>, 1回やってダメなら2回やりゃいいんですよ。2回やってダメなら5回ぐらいやりゃいいんですよ。というわけで、授業の中では5回レプリカ法をやってたような気がします。もっとやってたかな。で、こういうふうに等価表現をすると、残り19分ですが、間に合いそうです。すげえに。ゆえ、に z の n 乗のラムダという分配関数は、スピングラスオーダーパラメーターによる行列 q による変分で、まあ、積分でですね。 レプリカ法の名残です、えー。こいつを全部積分してください。重みパラメータ W で L にノルムを <laughs> っていうことですね。WA と WA ですね。はい。And、はい、AB。レプリカ法を使ったので、それぞれのスピングラスオーダーパラメータ。A レプリカ君と B レプリカ君がどれぐらい似ていますか度合いですね。全然興味ないですよ。ランダム行列だからね。 だけどアナロジーがあるわけよこれ L2 ノルム生息化をされたニューラルネットワークの重みベクトルにしか見えないわけだからランダム行列の固有値分布っていうのがこのニューラルネットワークの性質を決めてるってことだよやばいだろこの分野の共通性それを橋渡しするのが数学であり物理の中で使っているような資座なんですね数学を利用した計算法ってすごいよね でここは言わずも,なんかもがんなエントロピー項でございます。で、L2 ノルムですね。もうやらなくていいね。2>, <laughs> 2回やったもんな。L2 <laughs> ノルム。で、えっと、家計の μ、はい、行列のね、えー、ランクの部分ですけれども、かつ a イコール1のレプリカ数いらっしゃいまして、エクスポーネンシャルのプラス2分の1。 え、u, μ a の二乗。閉じ括弧閉じ括弧何で平均 ?u で平均ですね。え、もうこれも二乗誤差にしか見えません。よいしょ。よいしょ、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 エネルギー項です。なんだよ、超簡単じゃねえか今だったら暗算だよっていうぐらいになってたら最高でございます。私はこれだいたい暗算しますよ。え、よいしょ、二乗誤差。それで学生に、あ、これできる、できるって言うってですね。よいしょ、二乗誤差。 はいでこれでもう何べんも初回から書いてる式だと思いますけれども積分しますがエクスポーネンシャルのマイナスレプリカ法です。モ、えール n システムサイズ成分数の意味で n があってベータエネルギー q に関係するものを n レプリカ数、えー、要素数 nsq 文字括弧反転法やってください。 N が無限大ランダム行列の固有値分布もそうです、えー。成分がめちゃくちゃでかいときに全近的にどんな分布に従うかっていうのが興味持たれてるので、N がめちゃくちゃ大きいときっていうのを考えます。で、えっと、こういうことで、何面も口では言ってますけれども、固有値問題、固有値分布という一つのまあランダム行列の特徴的な性質っていうのは、L2 ノルム。 生息化の理論ですとなので先ほどのカーネル法の話あったでしょカーネル法の話はエルニノルム生息化でまあニューラルネットワークと言うべきか何なのか分かんないけど何かのモデルじゃん線形モデルじゃないですか内積をしたモデルじゃないですかということはこの固有値分布がカーネル法の性質を決めるんですよっていうことが分かるわけ。 じゃあどんな、えー、ランダム行列アンサンブルで評価すると非自明な現象が起こるかその現象が起こるか起こらないかっていうのはそのアンサンブルによって消えたりすんのか、ね、いろいろ知りたくなるじゃないですかそうするとガウス分布以外にも興味持つじゃないですかということでランダム行列の本を買うわけでランダム行列の何だっけ入門ランダム行列の基礎とかいう本があるんですけどいきなり開くと、えっと、資源数から始まるとか言ってえ行列の話が書いていないっつっていきなり挫折するっていうねひどい本があるんですけれども 言葉ですよであのランダム行列の本に関してはえっと名前忘れちゃったえっと渡辺先生だとか田中俊之先生とか川島義幸先生の,あの薄い森北出版の本があるんですけどあれがおすすめですあれが一番読みやすくって計算がちゃんと終えるまあギリギリ終えるかな。川島さんがこのレプリカ法でえっと ランダム行列の固有値分布を求めるやつを教科書として書いてくれてますし、田中先生、敏之先生がそのランダム行列でどんな分野に出てくるかなとか、ポートフォリオ最適化問題とか、通信の問題とかで出てきますよとか、そういう紹介をしてるので、ちょっとイメージを膨らませることができて、で、他の渡辺先生とか、確率の統計の扱いの基本を教えてくれたりとか、そういう意味で系統だってるので、えっと、ぜひとも参考にしてください。僕も正直ランダム行列わけわかんねえって思ってたんですけど、あの本を読むことによって、 ちょっとできるようになって、えー、今教えてるというところでございますで。研究でも使えるなって最近思ってるので、いろいろとマニアックなところまで行って研究しております。情報科学の人たちもおすすめです。 はい。で、計算をすると、エネルギー項とかもいいですね。マイナス2分の 1n のログのいつものやつです。えー、ガウス積分を2回やってください。t-9。さっきの計算と一緒なんだよ。ベータがないけどね。<laughs> プラス2分の n1-t-9 の分の9です。よまあ、9のところにね、t-2m プラス9っていう式があったんですけど、その代わりに Q を使ってます。 木村太郎さんの教科書とかはどんな感じですかえっとですね初学者があ、木村太郎さんって最近の本の方かえっと最近の本のやつはえっと初学者向けに書いてんのかって言われたらいっぱい情報があるのでえっとなんだろうな引っかかるところはあると思いますそれをきっかけに読んでくれるといいかなと思っててでなんだろうなでもあれを全部読もうと思わない方がいいです最初になんか自分の 分野自分のフィールドを持ってから読まないと多分しんどくなります。あのすげえ難しいから。<laughs> だけど、あれが辞書的になってますので、あのなんだろうな、それぞれの項目分野ごとに、えっと、知ってるものが引っかかると、そこはちゃんと読めて、そこから広がっていく感じがあるので、まあ、や,やっと読めるかな。でまあ、最初にいきなり読めとはあんまりおすすめはできません。はい、それなりにあの 腕力がないいととダメだと思います、まあ、まず、あの本、分厚いですからね。あの、ここにはねえか。あの、授業を予習する部屋の方では、あの、置いてあって、常に横に置いてあって、今回のこの問題も、そっち風に説明する。できないや、つって、やめましたけど。<laughs> はい。で、えっと、エントロピー項ですね。これも同じです。二分の 1tt チルダ、いつものプラス99チルダ、マイナス mm チルダ、もう飽きてるでしょ飽きてるでしょ ?mm チルダに。 飽きてるでしょってのは褒め言葉です。散々パラやったからもう覚えてるよーってぐらいに手が動いたら完璧でございます。元ス積分をこちらもえ1回やればいいですね。まあ、正確には2回か。やると、こんな式が出てきまして、ああ、いつものエルニノルム生息化の先ほどのカーネル法の結果と一緒じゃねえかーって思った人は、えらい。よく見ているってことでございます。あと12分です。ちゃんと終わります。よかったよかった。 ね、あとは、はい、あれ様はそうなんですね。パラパラ見てて読んでみたいけど、しんどそうだなって思いました。<laughs> はい、しんどいと思います。あの、<laughs> 本当に、ね、それぞれの分野で生き生きと出てくるランダム行列の性質をちゃんと書いてあるのであれ自身は本当にいい本なんですけど初学者の方が読むにはちょっとむずいよなと思っててまずはランダム行列、まあ、これもそうですけどね固有値分布はどうやって計算するのか計算するとどういうことが分かるのかとかどんな分野で役に立つのかっていうのを知った後に 少しずつ恐れ恐れやるといいんじゃないでしょうか。あとは本当にね、統計力学の厳密解とか、積分系とかの知識を知ってるといいのかなと思います。あとは、ソリ子シ論とか宇宙論の人の方があれは読めるかなと思います。僕はあれ好きです。で、この後やることはもういつも通りです。t、q、t チルダ、d e q チ i l d e ってありますね。オーダーパラメータについて変微分をしてあげて、安定方程式を求める。 その暗転方程式から暗転を求めるっていつものあれをやってください。なので、えっと答えだけ、えっとメモ的にね書いておきますけれども、なあこの内容はねそのランダム行列の数理となんだっけ <laughs>、あの森北出版の、森北出版じゃなかったらごめんなさい <laughs>。<laughs> ティーチルダーの共立じゃないよな。森北だよな。t イコール <laughs>。 ラムダプラス t チルダプラス q チルダ分の1いつもの項が出てきます。プラスラムダプラス t チルダプラス q チルダ2乗分の q チルダです。ュ、えー、q チルダの方で微分すると q が出てきまして、これがえっと第2項と一緒です。もうこんな形もいつもと一緒。さっきと雰囲気一緒だなって思ったら、もう勝ちで、えー、あれですよ。結局、 出てくるののがまた二次方程式の解っていうところも一マイナス t く9分のここマイナスアルファですね。で、マイナス1く t く9の2乗分のアルファ9。で、9で変微分すると、9チルダーで、まあこれ足し算したらきれいにね1、1く t く9の2乗分のアルファ。しょ、こんなのが出てきます。 で、えっと、この暗転方程式ですね、実は結構簡単で <laughs>、Q と Q チルダーを連立させてください。で、そうすると、これを連立させると、まあ、要するに代入するんですね。Q チルダーは Q で書かれているので、Q は Q チルダーでってやると、Q チルダーイコール、なんとかかける Q チルダーってなるんですね。なので、Q イコール、Q チルダーイコール0が1つの解になっています。 で、他の回もあるんですけど、他の回は、えっと、まあ、ひじ名な、ひじめじゃないや <laughs> あの、意味のない回になるっていうことで、えっと、このゼロになる回を使います。で、こいつを t と、も一緒、t チルダに入れてください。で、そうすると t イコール、ラムダの 1-t マイナスァ分の 1-t って、なんか見たことある式ができます。 <laughs> ここら辺がねあの1引く、えっと、β の t-9 とかに見えてくるといいかなと思いますけれども全く同じ式の格好をしてますで x というものをちょっと定義します1引く t いっぱいあるじゃんここに1引く t1 引く t ってだから xx にしてあげて1からこれを引く1からこれを引くっていうふうに式変形してくださいと置くと x イコール 1>, 1プラスアルファ引くラムダ X 分の X っていう式になります。また二次,二次関数になります。UA に <laughs> X イコール二次関数じゃないや、二次方程式の解の公式を使うと、ラムダプラスアルファ引く1の、えー、これもね、プラスマイナスって出てくるんですけれども、ラムダプラスアルファ引く1の2を、えー、マイナス4アルファラムダ。 ーと <laughs> なんですけれども、同じ理屈で、えっと、プラスだけの回になります。よいしょ。ですね。<laughs> はい、出来上がりでございます。何が出来上がりなんだよって感じでしょ <laughs> だけど、オーダーパラメーターができたでしょで、オーダーパラメーターができたら何が分かるかっていうと、 Z の n 乗の範囲平均は、まあ、n0 リミットを取るとログ Z の平均ですけれどもそれはこの暗転界で決まるよって言ってるんです。でログを取るのでエクスポが消えてここの答え、まあ、これですねこれですねそれを入れてあげてラムダで微分してくださいっていうふうに言ってると思います。よいしょこれ。こうですね。ログ Z が計算できたらラムダで微分して じゃ、あラムダで依存しているとこどこやねんつって見るんですけど、ラムダで依存しているとこってそんなないんですよ。ここなんですよね。ラムダプラスティーチルダ分のキューチルダとか、あとここですよね。で、残念ながら、キューチルダとか全部ゼロなので、ゼロゼロなんですよ。<laughs> ここしかないの、ラムダに依存してるの。だから、微分すると、ラムダプラスティーチルダ分の一しか残らないんですよ。で、ラムダプラスティーチルダ分の一って実はここにいるんですよ。 ラムダプラス t チルダー、q チルダじゃないんでね。なので、こいつなんです。で、t そのものっていうことが分かって、えっと、それで固有値分布を出すことができます。とどめです。6分。間に合った。 まさか間に合うとは思わなかった <laughs>。あの、午前の授業、学部の授業の方は20分延長しちゃってあの心苦しかったんですけれども、こちらは無事に終わりました。もうもちろんね、途中の計算全部本当は置いたかったんですけど、まあ皆さんだったら自力でできるよねって思うので、レポートはこの同質です。2時間数の計算とかするだけでございます。はい。 で、イマジナリーパートのログ Z っていうのを考えます。はい。で、そうすると、レプリカ法の結果よりと、レプリカ法よりと、π <laughs> 分の2、マイナス2。で、えっと、変微分、ラムダでしてくださいね。何をっ言ったら、マイナスベータのエネルギーの Q プラスエントロピーの Q っていうところを押してください。これをするだけ。 まあ、n 分のログ n ですね。n 分のログ n。ここがこれです。ここだと延長しづらいそうですね。<laughs> いや、延長する気満々でしたよ、実は。と言って。<laughs> あのね、オンラインの良さですよね。場所とか時間とかどうでもいいっつって無視できるので。いや、まあ、それをやりすぎるとよろしくないんですけど。あ、ごめんなさい。イマジナリーパートっていうのをちょっと書くのは抜けちゃいました。イマジナリーパート。 で、えっと、π 分のマイナス2の <laughs> イマジナリーパートで、マイナス、先ほど議論したように、ラムダプラス t チルダ分の1ですよっていうことが分かりましたので、これを代入すると、π 分の1のイマジナリーパートの t ですと。というわけよ。ほうって感じです。<laughs> で、一応ですね、 今僕ら計算してあるのは x なんですよ。で、x はまあ t とこういう関係ですね。だから、えっと、x から1を引けば、移行すれば分かりますけど、x-1 を計算すればよいと。で、まあ、引く1はここで処理してあげてください。まあ、2ラムダと分、あの、通分すると、ラムダを引き算することになりますので、ここのラムダの符号がマイナスに変わります。で、あと、イマジナリーパートとか思ったでしょここよ。ルートの、 何とか引く何とかってあるじゃん。これ。これが負にならなきゃ虚数単位出てこないので、ここが負の場合に固有値分布が出ます。逆に言うと、ここが実数になるとか、まあ、臨界になると、ゼロになると、あの固有値分布のところは何もないってわけです。こういうことがわかります。で、えっと、まあ、その答えをやると、よいしょ。イコール、π 分の1、<laughs> 2ラムダ分の1の、よいしょ。 ラムダの符号をひっくり返って、マイナスアルファプラス1、まあ。わざわざ、えっと、イコールって書くとちょっとあれなんですけど、どうしようか。<laughs> まあイコールでいいか。<laughs> 本当に等しくはないですけどね。えっと、イマジナリーパートを、ここのイマジナリーパートを取れっていう意味にすればいいのか。よいしょ。どうしよう。よいしょ。最後にボロを出す、ね。<laughs> イマジナリーパートの <laughs>、 えっと、4α- ラムダ -α- の1の2乗です。閉じかっこ、閉じかっこ。なので、ここです。はい、えー、抜き出してるんですけれども、まあ、ちょっとだけ計算、ちょこまかっとしてますけどね。ここの中。これがマルチェンコパスツール則って言いまして、特徴的な、ちょっと歪んだ分布を取ります。 マルチエンコパスツール速の,その分布はあの調べていただければ分かるんですけど、なんかこんな感じです <laughs>。雑いろいろパラメータによって変わるからなんですけれども、アルファとラムダのね関係によって決まるんですけど、アルファの関係で決まるんですけど、ラムダを引数として、横軸ラムダでえっとプロットをすると、その固有値分布ですね、を描くことができます。おいラムダを横軸にしてあげると、こんな感じの。 分布ができますで左端の端っことプラスあの側右側の端っことあるんですけどこれをラムダについて2次方程式になってますので2次方程式の解を出すとこっちの左側の裾右側の裾っていうのを出すことができます。 そうすることによって固有値分布、まあ、今回の場合ガウス分布に従う行列を作って2つ行列作ってガチャンコ内積したやつですけれども他にもユニタリー行列ユニタリー性を制約条件に課してデルタ関数とかで課して平均をする場合とか直行行列とかいろんな 場合のアンサンブルを考えることができるんですけれども、えっと、こんな風に統計計力学の計算手法を使って、えー、やることができます特にニューラルネットワークの L2 ノルム生息化と全く同じ分配関数の構造を持っているっていうのはちょっとだけ注目しておくと今後の研究のヒントになるんじゃないでしょうか。というわけで2時半ぴっとし終わったよかった。 でございます。えっ、ー、と、まあ掛け足だったことは否めないんですけれども、省略した部分がございますが、えっ、ー、と、一応、レポートね、あのー、一応言っときますと、はい、えー、無責任って言うんですけれども <laughs>、エネルギー項とエントロピー項を計算してください。まあとでクラスルームの方で明文化しますけれども、まあ、安定方程式は、まあ再現をするぐらいですね。はい。で、えー、ありがとうございますね。で、固有値分布、ここまで出していただければ。 というもします先ほど出てきた本の出版社はランダム行列の数理ああ合ってたもうあ数理が木村でランダム行列の数理と科学そうか数理は一緒だったんだね渡辺さん長尾さん長尾太郎さんですねかばしまさん田中俊之さん長島さんねあ森北出版森北出版森北出版は本当ねランダム行列好きですねっていうかでもやっぱり今後来る技術について森北出版って結構いろんないい本を書いてたり書か,か,かして書か,か,か,かして書かして書書かて 書いている人が多いので、あの注目するといいかなと思います。出版社ごとにね、結構そういうカラーってあったりしますんで、はい、好きな出版社はどこですか、はい、というわけで、えっとまあ、レポート問題、またクラスルームでも明言させていただきますけれども、 エネルギー項とエントロピー項、私サボりましたが、それは前回と全く一緒なのでサボりましたが、皆さんは最後に復習としてやっていただけると助かります。締め切りはですね、えっと、来週の木曜日の23時59分までにしましょう。はい、1週間ですね。短いかもしれませんけど、そうじゃないと多分忘れちゃうっていうのもありますので、お互いに <laughs> そうさせていただければと思います。 はいというわけで、ちょっとね、えっ、ー、と、この説明、レポートの説明でね、1、2分伸びておりますけれども、えっ、ー、と、これにて、第15回、えー、情報基礎科学としての数理情報学ですね。いやー、マニアックだったね。<laughs> これは、ないよ。こんな授業、ないよっていうのができたかなと思います。あの、普通、レプリカ法とかね、紹介するとしても、1時間のなんか、一部とか2時間ぐらいかなと思いますが、 毎回レプリカ法をやった講義としてはすげえ珍しいんじゃないかなと思います。えっと、こちらのですね、大学院の講義もですね、あの出版の予定がございまして、こちらにあの、授業で使った全部のものとありますけれども、それプラスまだ、 16回以降があるんですけど、それも出版させていただいて、皆様のですね、研究の支援とか、これからの勉強の支援とか、社会人、ドクターになった以降もですね、たまにレプリカ法やってみようかなって思うときが来ると思いますので、それのんだろうな、指針となるような本を書ければいいかなと思ってますので、ご期待いただければと思います。で、授業は今日で終わりなんですけれども、えっと、まあ、来週できるかな、わかんないですけれども、 まあ、この木曜日の、まあ、ちょっと時間帯変わるかもしれないですけれども、定期的にですね、生配信で事業をめいたことはやろうと思いますで。そうしないと僕が生配信の方法を忘れるからっていうのと、まあ、やっぱりあのノートを作ると自分の勉強になるからなんで、あの皆さんの、ね、ためにもなるし、僕のためにもなるっていうだけでございますので、えー、ご,理解あのご期待いただければと思います、えーと。16巻以降はですね、どんなことを書こうと思われているかっていうと、メッセージパッシングアルゴリズムですね。 関係ですあとは、うん、なんだろうな、具体的な、もう全然やってなかった、本当はやろうと思ったんですけど、機械学習最適化問題のアルゴリズムの、えー、お話とかですね、それが統計力学の性能評価とどうマッチしてるかとか、ちょっとずれてるとか、そういう話とかしようかなっていうのと、あとは量子アニーリングかな。あとはね、ランダム回路、量子ランダム回路の講義やろうと思ってるんですよ。 でそれは第何回になるかわかんないですけど <laughs>、準備しておりますので、えっと、それもですね、ご期待いただければと思います。あのタイトル見ていただければ、あこんなことやるんだ、つってね。あの わかるかと思いますので、えー、自分のですね、興味のあるタイトルがもしも配信される予定だと。まあ、告知は Twitter だったりとか YouTube のチャンネルの方でさせていただきますので、YouTube チャンネル登録していただければ、その通知が来るかなと思いますので、ね、ぜひともよろしくお願いします。最近勉強しようとしていたのでありがたいです。あかったです。<laughs> メッセージパッシングアルゴリズムは絶対必要だしね。で、なんだろうな。あれね、一回習得するとね、もうすげえ簡単なんですよ。<laughs> <laughs> 暗算それこそできるぐらい。で、あと、レプリカ法と一致する結果を、性能を出せるいいアルゴリズムが絶対作れるっていう意味でも楽しいし。まあ、なんかまだ裏にも秘めてるものがあるよなってちょっと思ってる部分もありまして、いろいろと自分も勉強し直しながら考えております。まあ、あとは、グラフ理論とスピングラスとか、最適化問題とスピングラスとか。 えー、そこら辺をですね、あの今、最近、論文で分かってきたこととか、いわゆる西森本があるんですけれども、情報統計力役と、スピングラス理論と情報統計力役って岩波さんの本がございますけれども、あれのね、現代版、プラスアルファしたやつっていう内容をあの紹介したいなと思ってますので、えーま、ゆるゆるとご期待いただければと思います。<laughs> 大学院の講義でございますからね、あの 全然需要がないと思ってたんですけど視聴者数的には同時視聴者数はねあの今お仕事だったり研究してると思うんですけど夜になるとめちゃくちゃ爆上がりするんですよこんな大学院の講義なんかにって感じでなのであのやっぱり研究所を利用したいとか興味がある方は、まあ、社会人含めいっぱいいるんだなって思ってますのであのその方々のですね期待に応えられるような事業をこれからも発信していきたいと思いますので、えー、細々とゆるゆるとよろしくお願いいたします。 はい。じゃあ、授業はね、これにて終了でございます。皆様ね、あのー、もう寒い時期、もう少しで終わるかと思います。1月終わるからね、やって。<laughs> なので、えっと、バレンタインのチョコとか楽しみにしつつ、2月を過ごして、3月春を迎えるためにもですね、えー、元気よく過ごしていただければと思います。えー、友達がいれば一緒に楽しんで、えー、彼氏、彼女さんがいたらその人を大切にして、えー、その日、その一瞬を楽しく生きていただければと思います。えー、研究が進まなかったらゲームでもやろう。 ゲーム配信もやろうと思ってるんですけどね。まあいいや。さすがにそんなことやると怒られそうな気がするんですけれども。まあなんとかなるでしょう。というわけで、お疲れ様でございました。ティーチングアシスタントの皆さんもお疲れ様でございました。1年間じゃねえや半年間。どうもありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。よろしくお願いします。失礼します。